にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあタイトルにねある通り、今日ですね、まあ10月の27日、まあハロウィンジャンボ宝くじのね抽選日っていうことで、まあその日にね超ついてることがね起きました。まあね、宝くじがね当たったのかっていう風にね思われた方もいるかもしれないんですけど、実はねまだね見てません、結果は。なのでね、まあそれはねお楽しみにまだね撮ってあるっていう、そんなね感じなんですが、まあねすごいね自分的にはね超ついてるなって。まあ人によってはね、まあついてないことかもしれないんですけど、自分にとってはねすごくねついてたなーなんて、そんな風にね思ったので、ちょっとその話をしようかなーなんて思います。まあね、自分はね、まあ車で通勤してまして、だいたいね1時間ぐらいかけて会社に行くんですが、まあねもう16万キロ走ってる車なので、ちょっとねすごくね古い車でして、まあオイル交換もね4ヶ月に1度ぐらい変えないと、すぐねオイルランプがついてしまうということで、まあ先日、まあ、2、3日前からねオイルランプがねパカパカついてしまっていまして、あ、もう次の休みにねオイル交換しようって、そんな風にね思っていたところ、今朝なんですけど、完全にねオイルのランプがつきっぱなしになってしまって、あ、やばいなこれなんて、もうオイルがねだいぶ減っちゃってるんだろうななんて、そんな風にね思っていたところ、まあね会社に着く、もうあとね数百メートルで会社っていうところ、最後のね信号機で、まあ、赤でね止まったら、まあ車のねエンジンがね止まってしまって、なんかねまあ、信号待ちしてる間もねガタ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 ずっとね、まあすごいね今にも止まりそうだななんて思いながら、そのね信号で止まったら車もね止まってしまったっていうことなんですが、まあねエンジンかけ直したら、まあかかったので、まあすぐね会社の駐車場に着きました。それでうち自分のね会社っていうのは、まあ、地下2階にね会社の駐車場がありまして、まあね山のね斜面を利用して建ってるので、まあ地下2階って言っても、もっとね下の地下3階、なんていうのかな、山の斜面こう立ってて、まあ下からこう入って、ここがね、まあ、地下で B2B11 階2階3階ってね、そんな感じでこう山の斜面なんで、下からこう登ってくる来て B2 階に入るみたいな、そんなね地形を使った駐車場なんで、 B2 階にね駐車場があって、そこにねいつも止めてるんですが、まあそこってもう地下なんで、まあ下から行くのに地下っていうなんかねおかしいななんて思うんですけど、まあ地下なんで、もうそこに車止めたらもう帰りまでね一切行かないようなね場所なので、まあいつもの通りね車を止めまして、まあ会社まで無事着いてよかったななんて思って、もう明日ね次の日ね会社休みだからオイル交換しなきゃななんて、そんな風にね思って、まあ仕事をね始めましたら、なんかねまあ挨拶ぐらいしかしないねアルバイトの子がね、僕のところに来てね、何番何番の車ってたけちゃんのですよね、まあたけちゃんとは言わないですけど、まあ名前言っちゃいますけど竹下さんのですよねみたいな、そんな風にね言ってきたので、あ、そうだけど何かなんて言って、なんでなんて言ったら、なんかブレーキランプがねついてますよって言って、ブレーキランプみたいな、そんな風にね、なんでブレーキランプついてるのみたいな感じで、それでねすぐね見に行きましたら、ブレーキランプがね つきっぱなしになってまして、あれスモールもね消してあるし、キーも抜いてあるのになんでついてるのかななんて、そんな風にね思って、こういろいろねこうやってみたんですけど、ブレーキのところとかねいじってみたんですけど、全然ね消えないので、まあ仕事もね朝の一番ね忙しい時間だったので、ちょっとねそれやってられないっていうことで、とりあえずねバッテリーから線をね外してしまって、それでまあそのまんまにしてたら多分ね帰りにはバッテリー上がってしまうと思ったので、バッテリーを外してねとりあえず仕事に戻って、まあ仕事のね一段落した時に、まあいつもね修理に出してるっていうか車検に出してるね、まあ先輩のいるガソリンスタンド、そこでね車検やってもらってるんですけど、そこにねすぐ電話して、これこれこういう症状で、それでね朝オイルランプもついてしまったんで、オイル交換もねついでにしてもらいたいんですけどっていうことをね伝えました。それでただね、まあその場でね
なんかこう夜ね仕事終わってからでいいから持ってきななんてそんな風にね言ってくれて、それでねまあなんとね偶然にもう台車もね今日空いてるのあるから万が一の時はその台車もねあの貸し出すこともできるかななんて言って、まあ、それもねついてるななんて思いました。それでまあ毎日ねこう LINE でやり取りしてる、まあ、僕とねつながってくださった方、車にね詳しい方が一人いらっしゃいまして、その方にねこれこれこういう症状なんですよって言ったら、なんとね画像付きでまあこういった部品のところがねダメなんじゃないかなんてそんなことをね教えてくださったんですけども、ガソリンスタンドのねところに修理持ってくなんて言ってしまったので、まあね自分でそれ見たからって直せるようなね感じじゃなかったので、まあねでもねその方が送ってきた画像のねところがねドンピシャリでこうなんか欠けてしまってたっていうことで、まあ本当にねこうもしねそのなんていうのかな、そのねアルバイトの子、まあ、普段ね全然まあ喋ったりねしない挨拶する程度の子がね、なんで僕の車、僕がねこの車乗ってて、それでねまあ普通だったらねブレーキランプついてるなみたいな、そんな風にね思って、教えにもね来てくれる人かっていうか、車はねこれ誰のだろうぐらいにしかね思わないじゃないかななんて、それなのにね僕のところにわざわざ教えに来てくれて、それでくれたっていうことでね、それがね本当にねついてたなーなんて思いました。まあねもしね教えてくれなかったら、多分ね会社帰る時にねずっとブレーキランプそれまでつきっぱなしだったら多分バッテリーも上がってしまって、それで帰ろうとしたら多分ねあバッテリー上がっちゃってかかんないエンジンかかんないなんてでね、まあ大騒ぎになったかもしれないし、まあそしたらね誰かとねこうバッテリー同士につなげてそれでエンジンかけるとかね、そういったことをしなきゃなんないだろうし、まあ、ガソリンスタンドのねその修理いつも修理出すところにね手配とかしないしもねできなかっただろうし、まあ仕事もね今日ちょっとね少し、まあ、修理にしなきゃもガソリンスタンドに持っていかなきゃならないから早めにね上がらせてくださいって言って、ちょっとねいつもよりね早めに上がることもできたし、もしね知らないでいたらいつもよりねその今日帰る時間よりね、まあ、30分とか1時間とかね遅く仕事を終わって、それで帰ってきた帰ろうとしたらエンジンがかかんなかったみたいな、そんなことに、ね、なるところを、まあ、そのねバイトの子がね教えてくれたっていうことだけで、まあ、自分はねすごくね超ついてるななんてそんなことをねずっと思ってました。それでね、まあ、スタンドに電話したら台車もあるし、まあね、帰りもう夜に、ね、なってしまうのに心よくね修理するから持ってきなみたいな、そんなことをね言ってもらえて本当にね超ついてるななんて思いました。まあ最近ね神様の奇跡が起きるってねずっと車の中でね言ったりとか、まあ、仕事中もねちょこちょこ神様の奇跡が起こるって、まあ、言ってるんですけど、本当にね神様の奇跡じゃないかななんて、そんなこともねちょっと大げさかもしれないんですけど、そんなくらいね自分はね超ついてることが起きたななんて思いました。まあハロウィンジャンボね宝くじの抽選日なんで、まあそれでね、まあ、超ついてたみたいなそんな広告ができればよかったんですけど、それよりねそれもそうなんですけど、まあすごくね、まあ、ついてることが起きたななんて思いました。まあ斉藤ひとりさんはねよくねついてるっていう言葉を言ってれば、またねついてるって言いたくなるような出来事が起きるっていうことをねよく、まあ、動画でね言ってるんですが、本当にね、まあ、ずっと自分ついてるとかね、まあ、天国言葉言ったり神様の奇跡が起こるって言ってみたりなんとかなるっていうことをねずっとね、まあ、言い続けてきましたけど、本当にねやっぱねついてるって言いたくなることがね次から次に起こるなーなんてそんなこともね思ってました。まあこれをね、まあ、故障してしまってブレーキのねその部品変えなきゃなんないとかそういったことでなんか車壊れちゃってついてないなーみたいな、そんな風にね言ってしまうと、まあ今なしにしてください、そういうこともね言いたくないんですけど、まあそういう風に言ってしまった場合またね次に、まあ、そういう風にね言いたくなってしまうことが起きてしまうっていうね、そんなこともねありますので、まあだからね、まあ、車が壊れても次から次にねそうやってこうついてるなって思えること、まあ
自分にね教えてくれたっていうことと、まあ、スタンドに電話したら代車もあるし修理も心よくやってくれるなんてそんなねことも言われまして、本当にね、まあ、ついてることがね次々と起きたななんて、そんな一日でした。まああの斉藤ひとりさんの話だとね、まあ、車でもしね事故して、まあ、しまった時、まあ、コツンってねその時はぶつけてしまったっていうことなんですけど、もしね1秒とか 0. 点何秒違ってたらドカーンってね、あのもしかしたら死んでしまってたかもしれないけど、まあ、コツンでねよかったな、ついてるなって言えるかどうかっていう、そんなねことなんで、自分もね今日車がね壊れてしまったのに、まあ大事に至らなくて本当にねついてるなーってね心からね思いましたので、ちょっとこの話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。